皆さんこんにちは、水木青の青色 TV、 イエーイ、始めました。今日はおみくじを引いた時に末吉が出たらトリプル A の好きな人が言うこと。あ、シュータ出た。はい、末吉シュータくん、末吉のあの感じが末吉に見えるから、そう、みんなシューティー出たってか言ってたから、あ、もう特に言ってた。末吉出た時に、お、ロッキー、末吉シュータくんみたいな感じでね、なりがち。はい、今日紹介するのはじゃん、じゃんじゃじゃーん、アベイルの福袋です。で、後ろになんかどんな感じが入ってるかっていうのとか書いてるねんけど、まあ、早速開けていこうと思います。ちなみにアベルの福袋は5000円でした。福袋どこの買おうと思ってもうすごい悩んで、で、去年はエモだ買って、で、今年何しよっかなと思ってて、あ、そういやみんな島村とかアベルの見たいんちゃうと思ってやってみたということで、これを紹介していこうと思います。はい、5000円で何着 ?1,2,3,4,5 着入ってんねんて。しかもアウターも入ってるねんや、すんごい安いやんと思って、こんな感じでね。じゃあまず1着目、ボン。なんだこれは。これはパンツやな。じゃーん、あ、ワイドパンツや、ええじゃん。書いてる、なんか、あ、何も書いてないわ。普通の黒のちょっと GU とかそっち系のワイドパンツ、なんかゴムっぽいワイドパンツです。まあ、これはちょっと最後にこんな感じのコーデになるよっていうのを見せるので、まあちょっともうチラッと見せるだけ見せていきたいと思います。で、その次、じゃーん、なんだこれは。ちなみに S サイズあるか聞いたら S サイズは売ってなくて M サイズからの販売みたいなに言ってて、あー、そうなんやと思って、じゃあこっちで大丈夫ですって感じで、あ、なんか紐みたいなんついてる。これで多分お腹を結ぶんやな。見て、ほら、紐ついてて、こんな感じのシャツです。んで、こっちに書いてるのはお腹をこうピュッて結ぶみたいやから、まあ後でやってみようと思います。なんかこう手の部分がシュッてなってる。はい、じゃあ次行きます。次、じゃーん。あ、白ニット。ええやん、ええやん。白ニットはな、もうなんかな、なんか中途半端にでかいやつとかな、中途半端になんかこう首元開きすぎてるやつとかさ、なんか中途半端なやつばっかやからさ、結構これは嬉しいです。真っ白の、あ、真っ白のニットです。待ってや。んで、この手首、手のところがモフモフってなってて流行りの感じになってますね。はい、こんな感じです。髪の毛がついておるぞ。わしの抜けた髪の毛なのか。はい、じゃん。じゃあ次、あ、かわいい、ネイビーのこれは何かな、ワンピースですね。ワンピース、ありたけの夢をかき集め、ワンピース。はい、こんな感じのワンピースです。どっちかっていうと広がってなく、下がちょっと広がってる感じもいいけど、結構タイトめなワンピースです。んで、この下のところがほらピヤンって、やだエッチみたいな感じになってて、すごく可愛いです。どう、似合う？はい、まあ、これワンピースでね、これ青が来たらケツプリーって出てまうわ。はい、最後はこちらです。じゃーん、これがアウターです。なんかこのアベールのやつ見てたらアウターがいろいろあってんけど、そのアウターの中でもなんかちょっとモコモコした系のボワボワした系のアウターやったりとか、今青が買ったやつ、これこんなアウターとかって、これが一番なんか高そうに見えたし、ちょっと可愛くて、あ、なんか使えそうと思ってこれにしました。そうんで、こう今オレンジ見えてるけど、開けるとオレンジっていう、ちょっと恥ずかしいねんけどさ、ちょっとオレンジ恥ずかしいねんけど、まあこんな感じですごく可愛くなってます。しかも生地もめっちゃしっかりしてる。んで、チャックが腕についてたりとか、いや、これすごいな、これすごいよ、安いな思ったら。はい、とこんな感じの
福袋でした。じゃあ早速どんな感じのコーデになるか紹介したいと思います。それではどうぞ。はい、まず一つ目に引いたこのズボンはワイドパンツで、すごくこんなゆるい感じです。めっちゃ動けるし、ちょっと寒そうかなって感じで、二つ目に出てきたのがこれ、この上のやつでこんな風に着るみたいな書いててんけど、青的にこうやって着るよりかは、しかもなんか下がちょっとブワってなってて、ほらちょっとゆるい感じになってんねんけど、こうやってなんかするんやったら下にこうぴっちりしたあのズボンとか履いたらいいと思うねんけど、これとこれを合わせるんやったら、まあ、シンプルにインした方が可愛いと思います。んでさっきのこの一番最後に引いたこのボンバージャケットみたいなのを、これ何スカジャン何を合わせるとちょっとかっこよく、なんか昔の青を思い出す、懐かしいな、なんかよくこういうコーデしてた。こんな感じですごくかっこよくなると思います。じゃあ次の合わせてみます。次はこれ、このニットがすっごいかわいい。こんな風にモフモフになってて、んでめちゃめちゃ甘くなります。もうなんか甘いで、下は普通に黒やから全然これで合わせやすいと思うし、んでまあ寒いからこうスヌードとか着たりしてもめっちゃ可愛いと思うし、まあこれは普通についてたしセットなんで、まあ、こうやって着ても全然可愛いし、言うてさっきみたいなコーデになっちゃうねんけどな、こういうのって、まあちょっと大きめに着たりしても可愛いと、まあこうなったら可愛いよりちょっとかっこいい系になっちゃうねんけど、普通に着ててもかっこいいと思うけど、やっぱこれはこの袖が可愛い、この脱いだ時のこの袖がすごい可愛いと思います。じゃあ最後に次着ます。はい、ワンピースはこんな感じで膝の下ぐらいまであります。ほらんで、なんかすごく普通に大人っぽくて可愛いなって思いました。まぁ、ちょっとこのなんていうん、タイトな感じやから、青は腰がほらもう腰出ちゃうからめっちゃ嫌やねんけど、こういうの着れへんねんけど、まあこういうのにもちょっと上をボコッとさせて、ほんならちょっと濁らせれるから、下があんまりでかいのが分からへんから、まあ、シンプルにこういうコーデとかも可愛いと思います。結構ピチってしてくるけど、このニットもめっちゃ伸びるから、なんかめちゃめちゃ着やすいし、よかったです。と、こちらではこんな感じでした。はい、皆さん、どうでしたか？すごく、可愛いし、もう、なんか、バリ冬のモテ感っていうのがやばない？なんかこう、モテ、みたいな。めっちゃいい。で、この、アウターとかもさ、すごくおしゃれに、結構ボワってしてるから、なんかライダースじゃなくてもうちょっとかっこいい系の服とかの時にこういう風に着て、なんか普通に可愛いなと思ったから、まあ、またいろんなコーデとか載せて、インスタとかにもコーデとか載せるんで、まあ、そういうのもまたチェックしてみてください。はい、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。それじゃあまたねー。